こんにちは youtube を簡単に使いこなしていますか今回はね、えー、iOS、えー、端末に関するお話です iOS 端末の youtube アプリに、えー、登録チャンネルそのフィードに新しいトピック機能が追加されましたというねお話をしたいと思います youtube アプリを起動します はい、ホームのページが開いておりますね。その一番下のボタンの真ん中にあります、登録チャンネルタップします。はい、そうしますと、登録チャンネルのページが開きます。そのフィードの中の上から2番目、そこにトピック機能があります。 すべて、今すべての動画表示されてます。これ今日タップすると、24時間以内の動画がフィルタリングされて表示されてます。それで続きを見る。途中まで動画を見たんだけど、またすべて見,見終わっていないというやつが表示されます。で、未再生。登録チャンネルのうち、まだ再生していない動画が表示されます。ライブ。 え、youtube live と、あと、プレミア公開の動画が、ここで表示されます。投稿、お、投稿、投稿は、え、コミュニティタブに、え、と、え、掲載された、え、記事を紹介しております。はい、この設定をタップすると、 登録チャンネルのフィードに表示したいものを選択してくださいとあります。動画と投稿、動画のみとありますんでね、ご自分の気に入った方をね、設定してください。これはキャンセルします。はい、という風にしてね、ここにフィードの新しいトピック機能が追加されていますんでね、どうぞ活用されてみてください。今回は、 iOS 端末向けの YouTube アプリの登録チャンネルのフィードに新しいトピック機能が表示されます、追加されましたという、ね、お話をしました。はい、ということで、今回はこの辺で失礼します。